皆さんこんにちは、親父です。今日は2024年2月27日です。気温は12度と、まあ2月にしては暖かいのかなと。日差しがあればね、暖かいんですけれども、今日風が強いんで、ね、寒いです。はい、まあそんなところで本日もざっくばらんにラジオ代わりに聞いていただこうかなと思っております。で、今日ですね、ヤフーニュースを見ていたら、大型トラックの高速道路での最高時速がね、どうやらこの4月1日から90キロに引き上げられると。これはね、もう決定したようです、政府内で。で、どうだろう、まあ法律なんでね、まあ今から国会に提出するんだろうと思うんですけれども、もうね、これ決定らしいです。なのでね、 100% 4月1日から大型トラックは90キロといったようになるらしいです。でね、これがね、あの理由としては、まあ運転手不足などで、まあ物が運べなくなると。で、まあ政府の人たちがね、政府の人たちと、もうその、有識者っていうんですかね、なんか、ようわからんのですけれども、まあそんな人たちはね、トラック、乗って長距離の経験とかね、ない人のような感じがする、しますわ。いつもね、机の上だとかね、そういったことでね、現状の、なんかね、そういうことをね、知らない人が集まって、わー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 言いながら、単純に、まあ単純ですよ。この人たちはね、あんまり賢いやつ言う方らんので。で、まあ80キロから90キロに、すればもう少し稼働が良くなるんじゃないのかと、なんというかね、小学生の発想っていうんですかね、ほんまバカのわしでもね、考えな、まあ、考えんでもわかるんだけどね。でね、これってね、まあ皆さんどう思われるかわかりませんけれどもね、それ90キロにしただけでね、運転手不足が解消するだとかね、物がね、スムーズに運べると思いますか？私は到底、何ら一つも変わらんと思いますわ。まあ、変わるのは、間違いなく、交通事故ですね。交通事故は、絶対に増えますよ。はい、間違いなく。はい。で、ええことないですね。ええことはないと思います。もうね、悪いことの方が多いんじゃないのかなと、私はね、思うんですけれども。で、今、なんというか、速度制御装置がね、ついてます。で、速度制御装置がついててもね、マックス93ぐらいはね、平坦地で出ますよ。下りだったらね、96キロとか出ると思います。で、まあ今現在ね、まあどうだろう、ついてる車の方が多いじゃないですか。まあ法律でほとんどのね、大型車はほとんどっていうかね、もう絶対つけなきゃならないんですね。ですのでね、その速度制御装置をなんか取り外すのもまあ課題じゃないですか。まあね、別にね、そんなものはね、どうでもいいんですわ。どうでもいいんだけれども、で、それで物が多く運べる。で、トラックの運転手の、なんて言うんですかね、2024年問題の、なんか過酷な労働問題とかね、いろんな問題をね、解決するのに役に立つんじゃないのかと。でも根本的なことがね、違うと思うんですよね、そんな。なんかね、私もう何遍も言いますけれどもね、運賃を上げろと。もう 20% でも 30% でも、今ね、運賃が安い、トラックの運転手の給料が安いから運転手になれたがらんと、
そういうことをね、言ってるのに、もう、運転手ほとんどそうですよ。タクシードライバーもそう。バスの運転手もそう。ね。運転して飯を食ってる人は、とにかくその給料が安いから、こんなものはやっちゃおられんと。で、離れていくんですよ。何が好き好んで、トラック乗れますか？それは金が欲しいからですよ。トラック乗るのが大好き。もう給料なんかいらん。もう、時給なんかいらん。あ、給料いらん。そんな人はね、おりませんって。給料が安いからでしょ。そのね、それをね、ほんと、なんというか、スピードをね、上げたぐらいじゃね、何の解決にもね、なれますかね。と、私は言いたい。はい。言いたいというか、言っておりますけれども。でね、まあ、仮にですよ、95キロとか96キロ、100キロ以内だったら99キロまではいいんじゃないの？まあ、スピード違反の検挙の対象にはならんと思いますけれどもね。でもね、スピードをね、上げない会社もね、いるんですよ。もう昔から。昔から高速道路をね、75キロとか、70キロ台でね、走る運送屋もね、いるんですよ。もうね、昔の話 しますけどもね、もう30年以上前ですよ。東名高速を走っております。その当時はね、リミッターも何もない。トラックはね、もうマックスまでね、もう大型トラックでもね、130キロとかね、出てましたからね。なのでね、東名高速とかはね、もう110キロとかね、120キロでね、走る大型トラックでね、もうザラリましたよ。で、この私でさえも、100キロ前後で走ってましたからね、東名。でね、名古屋インターを過ぎて岡崎あたりからね、まあ、あの辺に大きな会社があるじゃないですか。まあ、自動車メーカーの会社言いませんけれどもね。大きな会社があるじゃないですか。そこのね、グループ会社というかね、そこの部品を乗したトラックがね、岡崎インターか音羽蒲郡か、どっかあの方からね、出てくるんですよ。最高速度、70キロですよ。その昔から。で、我々はね、もう100キロぐらいでね、走ってるんですよ。でね、70キロのトラックがね、前にいたらね、ほとんど止まったようですよ。止まってるようにね、錯覚しますね。こいつ走ってるのかなと。慌ててね、右に出て、かわしていくと。いうようなことがね、再々ありましたね。なのでね、岡崎、音羽蒲郡、あの辺に行くとね、もう、そういうトラックがね、湧いて出るので。はい。んとね、東名高速で渋滞していたら、もうその渋滞のトップには、そういったね、会社がいましたね。で、それをね、今現在に例えてもね、飛ばさん会社はね、飛ばさないですよ。スピード出さないですよ。特に大手の、なんというかね、雑貨便をね、積んだようなトラック。まあ、そこの看板をね、背負っているんでね、もう今でもね、70数キロとかでしかね、出さないですよ。まあ、燃費とかね、そういうのもね、あるかもわかりませんけれどもね、スピード出さないですよ、そこの車は。うちの会社だってね、81キロ出せませんからね、マックス80ですよ。私77キロから78キロで走行してますけどね、まあうちの会社もね、90キロ以上出せるようになってもね、おそらくね、80以内で走れと、そういう会社ですよ。でね、そういう会社もね、いるんですよ。で、喜んでスピードを出す会社はね、今現在でももう90とか90以上で走る大型トラックいますよ。
そこの会社はね、別にそういったあのマックスをね制定してないんだろうと思います。そんな会社はね、運転手が喜ぶだけですよ。あ、もっとスピード出せるわと、もっとアクセル踏めるわ、そういった感じですよ。でもね、出さない車はね、出さない会社はね、出さないですよ、スピードをね。いくら出せるようになってもね、出しませんって。なので余計にスピード差があるじゃないですか。余計スピード差があるでしょ。なのでね、もう絶対ね、事故は増えます。減るようなことはないと思います。で、乗用車だってそうですよ。乗用車もね、ほんと広島バイパスでもね、150キロとかね、足すバカタレがいますからね。ほんと。あそこ60キロですからね。それをね、週末、まあ、金曜日とか多いですね。金曜日だとか、休みの日。もうね、何キロ出してるんだというのがね、まあ、スーパーグレート、前の車の、スピードメーターがね、出るんでね、まあ、たまにバーッと抜いてきて、前に入られると、まあ、相手のスピードがわかるんですけれどもね、もう140キロとか150キロとかね、もうザラですよ。はい。特に夜とか。昼でもね、もう100何キロでね、走るような、やからがね、多いですよ、あそこは。まあ、これは、一般道路で言いましたけれどもね。で、乗用車だってね、乗用車こそ、リミッターをね、つけてほしいですよ。ほんとなんていうかね、100キロ以上出ないだとか、ああいったね、リミッターをね、つけてほしいですわ。で、他の車とのスピード差があるから、大きな事故に繋がるんであってね。あれをね、考えてほしいなと思います。まあ、この4月1日からね、そのようなことになるらしいです。はい。もうこれは決定したみたいなことがね、記事で書いてあったので、なんかピント外れというかね、的外れというか、そんなんでね、2024年問題がね、解決するわけやないと。もう鼻くそみたいなもんですよ。ほんま。根本的なことをね、分かっちゃいない。銭を上げろって言うんですよ。銭を、運賃を上げろと。ね、8% とか 10% とかね、なんか、賃上げがね、あるようですけれどもね、もともと安いのね、8%、10% もね、鼻くそですよ。まあ 20% と。最低でも 15%。まあ 20%、30% くらい上げてもいいんじゃないですか。もう安いんだから、とにかくね。その辺のところをね、まっすぐには、やるべきことですよ。そして最後にですね、事故が増えると言ったのは悪いけれども、今頃の運転手は下手くそが多い。本当は下手くそが多い。下手くそドライバーなのに、そんなねスピードを出してもいいよということをねやるとね、ますますね事故増えると思いますわ。本当下手が多いんだから、私よく言います。下手ほどよ、スピードを出すと。ほんとね、100キロで行こうがね、90キロで行こうがね、そんな変わらせんのですよ、80何キロでね、行こうが。そんなね、時間に大したね、差はないです。はっきりと言って。でしょ？現役のトラックドライバー。でしょ？そんなんね、変わったからって。その辺がね、分かっちゃおらんじゃないのかなと思いますけど。ほんとね、お前ら脳みそ腐ってるのかと思いますわ。はい。まあ、そんなところで、本日の動画は終わりたいと思います。なんか的外れなやつ多いなと思って。はい。まあ、2024年。まあ、なってみなきゃね、わかりませんけれども。ますますね、運転手減ると思いますよ。絶対に減ります。給料安いんだから。私もね、運送業界ね、進めませんわ。こんなところにね、来ちゃつまらんと思いますけれども。はい。
まあ、そんなところで本日の動画は以上です。ありがとうございました。